武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、人文社会が大問4つで時間90分、そして、教育も大問4つで時間90分、で教育は、3を使うところと使わないところが、あるので、まあ、そちらが選択制と、なっています。農学部は大問5題で、時間120分で、ここの農、農学部は 1A2B、ですね、10位も含め 1A2B です。で、理工、に関しては3まで必要で大問5つで、時間120分という形と、なっています。で、まあ、問題が学部によってかぶっているようなもの、まあ、あの農学部なんかはかなり他の学部ともかぶっている問題が多いのですが、まあ、理工教育人文社会に関しては一部重なるところあるものも割と単独の問題が多いような形式となっています。で、問題の難易度に関してですが、全て記述で書く形となっており、問題の難易度はかなり幅広く、ものによっては日大程度のレベルで記述ができれば対応できる程度の難易度のものもあれば、まあ、マーチレベル、完璧にやりきれないでちょっと辛いかなっていうものも、出てくるような難易度となっています。まあ、そういう意味で言うと、数学で点を稼ぎたいという場合にはマーチレベル、まあの標準や発展など、まあまあ、それで記述練習という意味で、まあ、あの国公立標準問題集キャンパスなど、を仕上げておくと、いいかなとは思います。で、まあ、時間なくて、まあ、数学最低限でいいかという場合であれば、まあ、日大の発展などで使っている入試筆記、いろはなどを使っておくといいかなという形ですね。なので、まあ、あの農学部の特に10位の場合や数学で点を稼ぎたいという場合にはマーチまでしっかりやっておきましょう。ただ、その場合に関しては記述力ですね、割とこれは文系でも理系でも結構その説明ができないといけないようなもの、で、解いていくこと、まあ、要は式だけ書いてれば答えまで持っていけるようなもの、だけじゃなく、ちょっとあの記述もしなきゃいけないような問題も割と出ますので、それに慣れてないと答え当たるからいいでしょっていうことはなかなかできないような問題となってますので、まあ、あの論述力っていう部分をしっかり鍛えておくように心がけてください。以上が数学の勉強となります。